ナナシーズは、田村由美による日本の漫画、別冊少女コミックにおいて、2001年11月号から連載を開始。後、月刊フラワーズ創刊に伴い、同志に移籍して、2002年6月号から2017年7月号まで連載された。単行本は、フラワーコミックスより刊行され、後に、フラワーコミックスアルファになった。2011年12月には、 連載10周年を記念してファンブックが2018年1月に事実上の最終巻となる外伝が発売された平成18年度小学館漫画賞賞女ケブ部門受賞2020年9月時点で電子版を含めた累計発行部数は650万部を突破している学者たちによって近い将来巨大天体が不利地球は 様々な災害に見舞われ、恐竜が滅亡した時と同じような状態になるであろうと予測されたことから人類の滅亡も危ぶまれる。この事態に各国首脳らが極秘会議を重ねた結果、ナナシードと呼ばれるプロジェクトが誕生した。それは若く健康な人間を選んで冷凍保存し、地球が最悪に襲われている間眠らせ続け、 やがて人が住める状態になったと、コンピューターが判断した時に自動回答を行い放出するというものである。人類の種を最悪が過ぎ去った後の世界にも残そうという壮大な計画であった。ナナシーズプロジェクトは国ごとに行われ、日本では7人ずつ5チーム、春、夏 A、夏 B、秋、冬に分かれている。選ばれる基準は様々で、 遺伝性の病気や早死にした者、犯罪者が身内にいないこと、本人の健康状態、生殖能力の有無、豊かで問題のない家庭に育った、容姿も、麗しいものや、ある分野に秀でているものが選ばれた。本編には、複数の主人公が存在しており、異なる視点で物語が進行する。各チームには、回答後に、状況説明を行い、保護し、 サポートをするためのガイドが一人ずつ加えられている。ガイドは基本的に公務員が担当する。またガイドにはメンバーが病気や怪我で生き残れず死にたくても死ねなかった場合に備え全員を殺せる生産化合物を持たされている。声は関連メディアの声優。四季のチームの首謀者についてはのマークをつけるものとする。一巻から登場。 長崎県近海に放出された。優秀な人間ばかりを選んでいた政府関係者が、真っ当で純粋培養な人間は、生きる力が弱いのではと考え、保険で選ばれた、問題児の落ちこぼれ集団。健康状態などの条件は他チームと変わらないが、社会に適応しにくい、反抗的、殻にこもっているなどの条件が加えられる。チームの性質上、 他のチームに比べ楽観的かつ協力的なサバイバル生活を送っている。2巻から登場。関東近郊の太平洋に放出された。当初は起こったことを受け入れられずにいたが、リーダーシップを取ろうとする柳を尻目めに、全員がそれぞれの得意分野を活かしながら協力し、生活を営んでいた。一時チームが離散していたが後に、再び合流した。4巻から登場。 北海道南岸の太平洋に放出され、他のチームに約15年先駆けて回答された。当初から7名のうち3名が回答に失敗し、死亡していたため、4名ガイドでのスタートを余儀なくされる。5巻から登場。春や夏の AB チームより約3年間早く回答された。ガイドが優柔不断なため、秋オと蘭がリーダーとなり、恐怖政治を行って、 本格的な村を作りつつ、生活を続けていたが、クルミの妊娠がきっかけでチームは二つに分裂。後に春チームの花との出会いが、きっかけとなり再統合した。現在は、夏への一部とも合流している。七巻から登場。七シーズプロジェクト内で最も優秀なチーム。九州南部の海に放出された。生まれた時から、一般社会から隔離された山奥で育てられ。 未来に行くことの重要さを教育されてきた。13歳の時点で、火、水、風、と動物、植物、医療クラスから2つを選び、専門的な知識を学んでいる。優秀と判断された生死と、卵子から生まれた子供たちばかりで、全員名字はない。つまり、社会的な意味での両親はいない。同時に、大人たちから、 肉親的な意味での愛情をかけられた経験がなく、このためか容易に心の底からは他人を信用しない人格が作られてしまった人間が多い。この傾向は最終テスト後にさらに強まった。覚醒直後にガイドのうなみがメンバー全員によって殺害される。その後はチーム一同で共同生活していたが、春、チームとのトラブルが原因で暗挙と量が追放される。 残った夏 A のメンバーは一部を除く春チーム、秋、チームと共同生活をしていたが、山火事のために避難し、佐渡で離れ離れに、夏の A チームが育った場所、遺伝子レベルで優秀な子供たちのみが集められた施設、当初は100名以上いたが基準に合わない者は密かに、殺されていた。17歳になったら、テストで7名が決まると聞かされていた。火、水、風、 と動物、植物、医療クラスから選ばれるのは各クラス一人ずつのため、生死をかけた最終テストが行われた。7シーズプロジェクトの次の段階として作られた、避難用地下シェルター。日本各地に隕石から身を守るシェルターがあり、その中の一つが、リ宮である。生き残るべく、選ばれた人々が、X 例の前日に何も知らされずに、この施設に集められ、 その後の生活を営んでいた。客室、映画館、ゲームセンター、温泉など様々な施設が完備された巨大地下施設。春夏秋冬の4つのセクションに分かれており、東側に位置する春セクションは居住区として、同じく南の夏セクションは、中枢のコントロールルーム、西の秋セクションは畑や、家畜用、北の冬セクションには貯蔵庫が設置されていた。 不穏分子や謎の病原体だに X の感染が広まり最終的に全滅する。ラジオドラマとして2003年12月9日から2004年2月6日まで放送。その後も単行本の特装版にドラマ CD が付属している。ナレーションはモズと養液の井上和彦。ネットフリックスにて第一シリーズが2019年6月28日より、 全世界独占配信。第2シリーズは2020年3月26日に配信。第1シリーズは2020年1月に東京 MX、BS 富士、JCOM テレビ、アニオビワクにて放送。第2シリーズは2021年1月に放送。第1期、第2期。ありがとうございます。